ヘンリー・フォンダは、アメリカ合衆国出身の俳優、映画プロデューサー。愛称はハンク。世界的にも巧妙な役者の一人で、戦中、戦後の映画界で活躍した。コニ・ジェーンとピーター、孫にブリジットとトロイ・ギャリティがおり、いずれも同じ俳優の道に進んでいる。ネブラスカ州、グランドアイランドにて、印刷工場を営むクリスチャンサイエンス教徒の、 家庭に生まれる。ホンダの家系は1500年代にイタリアからオランダに移住、1600年代にオランダからアメリカに移民してきたという。生後6ヶ月で同じ週のオマハに移る。幼い頃から絵や文学の才能に恵まれ、12歳の時にはニュース映画で映画デビューを果たす。セントラル高校卒業後、新聞記者を目指して、 ミネソタ大学でジャーナリズムを専攻するが、卒業はせず、母親の友人であったドロシーブランドの紹介で20歳の時にアマチュア劇団オマハコミュニティープレイハウスに参加、1925年に初舞台を踏む、いくつかの地方巡業の舞台で活躍した後、小売信用会社で働き始める。しかし、演劇の魅力忘れがたく、ついに仕事を辞めて演技の道を選び、 1928年にサマーストック劇団ケーププレイハウスを経てユニバーシティプレイヤーズギルドに参加。そこで将来ホンダの妻となるマーガレット・サラバンや同じく俳優を目指すジェームズ・スチュアートやジョシュア・ローガンと出会うことになる。1929年にはザ・ゲーム・オブ・ライフ・デスの通行人役でブロードウェイにデビュー。若き頃の出演映画 スリムより1933年にローガンやスチュアートと共にニューヨークに向かいアパートメントを借りてルームメイトとして生活しながらその後は様々な劇団で地方の舞台への出演や舞台、装置家として働いていて演技を磨く。1934年にニューフェイスというショーで認められたことがきっかけで翌年には運河のそよ風の主役に抜擢される。 この舞台の成功によってハリウッドに招かれ、1935年にビクター・フレミングの同作の映画版で映画デビュー。その後、ヘンリー・ファサウェイの地方ロケーション初の三原色、テクニカラー映画、丘の一本松、ベティ・デイビスと共演した、ある女や、クロランの女、フリッツ・ラングの逃避行ドラマ、暗黒外の弾痕、ジョン・フォードの青年時代のリンカーンを演じた。 若き日の林間や南北戦争を舞台にした恋愛ドラマ、モホークの太鼓など、数年の間に数々の話題作に出演。いかに難しい役でも完全にこなしきる力を持っていたため、フォードは安心して、ホンダに役を任すことができたという。20世紀フォックス社と7年の専属契約を結び、1940年には再びフォードと組んで、 ジョン・スタインベックの小説の映画化、怒りの武道に出演。主人公、トム・ジョードは、当たり役となり、初のアカデミー主演団優勝に、ノミネートされた。1941年には、パラマウント社に貸し出されて、レディーブに出演。普段の気真面目なイメージの本だからも予想もつかない、ドタバタ喜劇に挑戦し新たな一面を開拓した。レディーブ出演後に、 アメリカ海軍に入り、3年の間、第二次世界大戦に従軍し、武功を挙げて、ブロンズスターメダルと、大統領勘定が与えられる。戦後、軍隊除隊後に、再び、フォードと組んで、王、OK、k 牧場の決闘を描いた1946年の、荒野の決闘で、ワイアットアープを演じる。あまり自分のことは語りたがらないフォンダも、数少ない納得できた作品と語っている。 翌年の逃亡者と1948年のアパッチトリデでもフォードと組んでジョン・ウェインと並びフォード映画には欠かせない主演俳優となるそれまで契約していたフォックスとの契約が切れ他のスタジオとの長期契約を嫌ったホンダはブロードウェイに戻り1948年にローガンの舞台ミスター・ロバーツで主演上演回数1157回に及ぶヒットとなり ホンダは、トニー賞を受賞するなど、このロバーツ役は、トム・ジョード、ワイアット・アープに続く当たり役となった。このように主に人間味豊かで善良な役を、意欲的に演じ続け、ハリウッドでも息の長いスターとなる。特に英語の語り口は絶妙であり、トントン表紙に、数多くの傑作を、自分のものとしていった。西部劇映画、胸に輝く星より20世紀フォックスの、 ダリル・カイザナックの利益優先方針とマッカーシー上院議員による赤狩りに嫌気がさし活躍の場をニューヨークのブロードウェイに移し43歳でミスター・ロバーツが当たり役になる6年ほどハリウッドから離れた後スクリーンに復帰復帰作である映画版のミスター・ロバーツでもロバーツを演じたがホンダは撮影開始前から演出を担当したフォードのやり方に満足できずしまいに フォンダが彼の演出が間違っていると非難し、怒ったフォードはフォンダを殴りつけてしまい、フォードとは決別、これが二人が組んだ最後の映画となってしまう。幸い映画は大ヒットを記録し、フォンダのハリウッド復帰は成功。50年代は、シーソーの二人や、ケイン号の反乱などの舞台や、テレビシリーズ、胸に輝く銀の星など、映画以外でも活躍。映画も、 オードリー・ヘプバーンと共演した戦争と平和、アルフレッド・ヒッチコックの異色サスペンス、間違えられた男などに出演。ただ、戦争と平和についてだけは彼はこの映画に出演したことを公開し、自作の解雇上映ではこの映画を含めることを拒否したという。1957年には、もともと CBS のテレビドラマであった法廷劇、12人の怒れる、 男の映画家に自身もプロデューサーを兼ねて出演。ベルリン映画祭では最優秀作品賞を獲得するなど、これまた映画でも高い評価を得た。映画、ワーロックの潜在、写真1960年代には多くの西部劇映画や戦争映画に出演。1964年の核戦争の恐怖を描いた道への飛行で手堅い演技を見せ、1968年には、 セルジオレオーネ監督のウエスタンで初めて幼い少年を射殺する残忍な殺し屋のボス悪役に挑戦。70年代以降は主演作は減り、ミッドウェイ、テンタクルズ、スーウーム、メテオなどのオールスター映画にゲスト出演で止まると以前に比べて制裁を書いた。1974年に心臓発作に襲われペースメーカーを入れる。また1979年には 前立腺がんの手術を受ける。しかし70歳代になっても、テレビや映画や舞台の出演は続けていた。この頃、1979年に、ピーターが監督した、グランドキャニオンの黄金に亀を出演。1981年に、ジェーンが年老いた父親のために企画した、黄昏で、キャサリン・ヘプバーンと老夫婦役で主演、ジェーンも、娘役として出演した。 さらに同年の12月には、ボストンの WCVBTV のドラマ、夏の黄昏に出演する。娘ジェーンとのショット1979年に、長年の功績に、トニー賞が贈られ、また1981年には、アカデミー特別賞を贈られた時は、まだ元気でロバート・レッド・フォードの手からオスカーを受けていた。そして、黄昏の演技により、翌1982年は、 アカデミー主演男優賞とゴールデングローブ賞を受賞。しかしこの時には体調がかなり悪化し、ジェーンが代わりに受賞式に出席した。結局この黄昏が遺作となって、受賞式の5ヶ月後8月12日、77歳で心臓病により死去した。個人の意思を尊重して葬式は行われず、志のある人は、 自身の俳優としての出発点となったオマハコミュニティプレイハウスのヘンリー・ホンダ記念演劇センターへの寄付が呼びかけられた。また俳優としてだけでなく画家としても才能を持ち自作の絵をギャラリーや展覧会に出品したり絵はがきのデザインをしたこともあった。1981年にはハワード・タイクマンがホンダとのインタビューをもとに彼の生涯を綴った。 ヘンリー・フォンダ・マイ・ライフが出版された。なお、電気写真集にヘンリー・フォンダ映画、舞台で深い感動を生み出した名優がある。1962年西部開拓史のアメリカに先駆けて公開の宣伝を兼ねて11月24日に来日している。ヘンリー・フォンダは生涯でこ度結婚している。最初の妻で女優のマーガレット・サラバントは1931年に 結婚するも1933年に離婚。1936年に、ニューヨークの裕福な弁護士と死別島もない、フランシス・シーもアブロカウと結婚。ピーターとジェーンの二人の子供を設けたが、フランシスは多忙で留守がちな上に、浮気がちな夫に対し寂しさを紛らわすために、株の投資に没頭散在し、次第に心身を病み1950年に、精神病院で自殺。 ホンダは子供たちを動揺させないために母親は心臓発作で死んだと教えたという。同年、以前から交際していたオスカー・ハマースタイン2世をママ父に持つ舞台関係者のスーザン・ブランチャードと結婚し、幼女を一人取るが3年後に離婚。1957年、ロスチャイルド家の親戚でイタリアの男爵霊場でもある。 ユダヤ人のアフデラ・フランチェティと結婚し1961年に離婚。1965年に結婚したスチュワーデスキンモデルだった最後の妻、シャーリー・アダムスとは彼の死まで一緒であった。フランシスとの間に生まれたジェーンとピーターは父親の後を追って俳優になるが母親の死の真相を知った二人と父親の関係は次第に悪化。ジェーンと ピーターどもに俳優として成功した後も過激な振る舞いでマスコミを賑わせて一時期本田を悩ませた。後に和解に至るまで長い時間を410年以上の確執が解消したのは1968年にヘンリーが悪役を演じ、ジェーンとピーターが乗馬の大変さを身をもって知った時にお互いの立場を理解し合えた。ジェーンはキャットバルーで、ピーターは姉と共演した。 世にも奇妙な物語の第一話で乗馬を体験。ヘンリーが二度の落馬事故で乗馬恐怖症になりしかも60歳を過ぎても西部劇主演を続けたことへの尊敬がプロ意識、お手本になっている。ありがとうございます。